アヘロース川は、ギリシャ西部を流れイオーニア海に注ぐ川、アケロース川とも呼ばれる。古代ギリシアの時代には、アカルナニアとアイトーリアとの国境で、過信、アケロースとして崇拝された。ラテン文字天気には、アヘルズ、エイクラズ、アクロアスなどのバリエーションがある。アヘロース川の位置アヘロース川クレマスタコ。アヘロース川の源流は、トリカラ県に位置するピンドス山脈のラクモス山で、 そこで、白い川という意味の最初の支流アスプロポタモス川が合流する。アヘロース川は全長が 217km あり、ギリシャでは2番目に長い川である。複数の県を流れていて、上流から下流に向かって順に、西側は、アルタ県、エトリア・アカルナニア県、東側は、トリカラ県、カルディツァ県、エブリタニア県に接している。途中、クレマスタ湖、カストラキ湖、 ストラトス湖といった水力発電のための人造湖を通る。クレマスタ湖では、アグラフィオティス川、メグドバ川、トライカーティス川が合流する。最後は、イオニア海に達するが、一部はメソロンギ型を経由して、パトラス湾に流れ込む。アヘロース川はいくつかの峡谷を持っている。ヘロドトスは、海岸線を変えるほどのアヘロース川の力に、注目して、ナイル川と比較した。 ナイル川ほど大きくはないが、相当な結果を持つ川が他にもある。特にアカルナニアを通って、海に注ぐアヘロース川は、エキナデス諸島の半分を、すでに本土に変えてしまったアヘロース川の前の名前は、トワース川だった。稀に、テスティオス川、アケノス川とも呼ばれていた。詳細は、アケロースを、参照1960年代、エトリアアカルナニア県とエブリタニア県の県境で、 ダム計画が始まり、数年を費やして完成した。このストラトスダムは、水力発電所を有していて、ギリシャ西部と中央部に電力を供給する。一方で反乱により、いくつかの谷で土壌侵食を引き起こした。下流には、カトゥキダムもあり、カーフィリオ橋、アーデナボ橋という架橋がある。上流から下流に、順に、ありがとうございます。